元金プリ神宮寺裕太、コンサート開催の現実度大テレコード会社が飛べに接近。元、キングピンスの神宮寺裕太がコンサート開催へ向けて動き出している。滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、飛べ、と手を組み、新たな可能性が広がっているとされる。大テレコード会社も既存のグループの売り上げに限界を感じており、 トベと組むことで新たな才能を発掘しようとしている。性加害問題の波紋も重なり、音楽業界に大きなうねりが訪れるかもしれない。早くコンサートしたい。元キングピンスの神宮寺優太たが29日にファンに向けて熱い思いを伝えました。神宮寺は今月7日に新会社、トベに合流し、自身の心の中に秘めた思いを胸に、 コンサート開催の実現に向けて着々と動き出しているようです。しかし、ジャニーズ事務所を退所した元所属タレントがコンサートを開催するのは容易なことではありません。一部の音楽関係者は、巨大芸能事務所の背後には複雑な問題が潜んでいるため、やめジャニとしての活動はハードルが高いと指摘しています。 しかし、神宮寺と平野市用の活動の意欲はとどまることを知りません。彼らがコンサートを望むのは、音楽への熱い思いとファンへの感謝の気持ちが原動力となっているのでしょう。一方で、トベと手を組むことで新曲の制作が進められるという見方も出ています。現段階ですでに大手レコード会社がトベとタッグを組んでいるとの情報はないものの、 滝沢市の元には優秀なジャニーズスタッフが集結しており、新しい才能を育てる環境が整いつつあるといいます。この新しい状況を受けて、コンサート開催の可能性が高まっていると感じる業界関係者も少なくありません。特に、神宮寺と平野耀は多くのファンを魅了しており、一定の売り上げの見込みもあることから、 トベと組むことで大手レコード会社の上層部が興味を示すのは理解できる側面です。性加害問題が音楽業界に影響を及ぼしている中では新たな才能を発掘し新たな風を送り込むことが必要だと考える企業も増えているのでしょう。トベは新しい風を巻き起こす可能性がある会社として音楽業界でも注目を集めています。 ジャニーズ事務所を退所したタレントたちが新たなステージを切り開く姿勢は多くの人々の共感を呼び起こすことでしょう。さらに、トベと手を組むことで音楽業界に新たな波紋が広がることも期待されます。これまでとは異なるアプローチで新しい音楽の可能性を探求するトベの姿勢に多くの音楽ファンが共感するはずです。 時代の流れに乗り、様々なジャンルの音楽が融合することで、新しい音楽の形が生まれるかもしれません。さらに、飛べと組むことで新たな挑戦が待ち受けている神宮寺ゆ太たと平野仕様にも期待が高まります。彼らはジャニーズ事務所の枠を超え、個々の才能を存分に発揮することができるかもしれません。 そして、ファンとの絆をより一層深め、感動を届けることができるでしょう。また、飛べと一緒に新しいステージに立つことで、神宮寺雄太と平野耀の個性がより際立ち、新たな魅力を見出すことができるかもしれません。その姿に多くの人々が共感し、彼らの音楽活動がさらなる広がりを見せることでしょう。 最後に、戸部と神宮寺ゆ太、平野紫のがコンサートを開催するかどうかはまだ不透明です。しかし、彼らの音楽への情熱と戸部の新たな挑戦の姿勢が共鳴し合うことで、新たな音楽の扉が開かれることを願うばかりです。音楽業界に新たな風を送り込むこのプロジェクトに目が離せません。楽しみに待ちましょう。元、 キングピンスの神宮寺勇太がトベとのコンサート開催への夢を追いかけています。大テレコード会社も既存のグループの限界を感じており、新たな才能を求めトベと接近しているとされます。性加害問題の影響も重なり、音楽業界には大きなうねりが訪れる可能性があります。飛べと神宮寺勇太。 平野の仕様の新たな挑戦に期待し、彼らが作り出す新たな音楽の形に耳を傾けていきたいと思います。